どうもこんにちは、 J リーグお決まりチャンネルのかやみーです。本日やっていくのは J リーグ2022第6節ガンバ大阪 vs 名古屋グランパスの試合解説になります。今回の解説はガンバファンの僕かやみーを中心にアリーボーン、シオール、ドロリの4人でやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今回は僕とシオールでパナソニックスタジアムに行き現地観戦してきましたので、そのあたりの話もできればと思います。この動画は J リーグファンの仲間たちでワイワイ言いながら楽しむ動画ですので、ガンバファンの皆さんもグランパスファンの皆さんもそうでない方々もぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それでは解説の方にレッツゴー。まずは全体の試合の流れについてです。今回のシステムは 4-4-2、 J1 初スタメンの一森、ダワン、山見が注目でした。ガンマの攻撃時には倉田が内側に入って黒川が上がり3バック気味になる形でした。序盤は簡単な裏抜けからシュートを打たれるなど名古屋ペースでの立ち上がりでしたが、失点せずになんとか耐え切ります。徐々に後ろからボールを回してチャンスを作ったり、前へのプレスからボールを奪ったりと、どちらかというとガンマが優勢な展開に。前半26分には山見のフリーキックからのこぼれ球を庄司がシュート、パトリックが軌道を変えて今季 J1 初ゴール。後半に入って名古屋は柿谷が入り、銭湯がボランチに。銭湯を中心としたビルドアップがはまり、ガンバは守備の時間が長くなりました。しかし54分には山見のクロスからオウンゴールで追加点、さらに62分には黒川の J1 初ゴールで3点差に。その後は攻勢をかける名古屋に押し込まれ、83分にはチュセジョンがペナルティエリア前でボールを受けるも銭湯にボールを奪われて失点。そのまま試合は終了して3対1、ガンバ大阪がホームでの今季初勝利となりました。というのが、全体の試合の流れになるんですけれども、とにかく、ガンバ大阪、ホーム初勝利おめでとうございます。おめでとうございます。今回はまあホーム初勝利でまあめでたいっていうところなんですけども、まあ一つ、まあ、全体を見て取り上げるとすると、まあ、ダブルボランチがやっぱ結構良かったなと思ってて、まあ一つは今回初スタメンのダワン、ザ・ボランチというか、しっかり守備もできるし戦えるしっていうボランチの選手で、本当に今回は 4-4-2 のそのダブルボランチだったんけど、まあ広い範囲をしっかり、まあ、守ってっていうのをできてたかなと思って、まあ今後にすごい期待ができる選手だったなと思いました。あとまあもう一つは、まあ相変わらずすごいのは斉藤美月、広範囲に広く動いて、まあ例えばそのレオシルバのところに強く行って、まあボール奪ったりとか、そういうシーンとかもすごく見られて、まあ攻守の要となりつつあるような選手で、まあ今のガンバ大阪のストロングポイントになりつつあるなと思いました。ダワンすごく良かったね。良かった。このやっぱダワンにしろ斉藤にしろ、二人とも広範囲守れるっていうのが、まあサイドバックとかのところでちょっと裏やられても、最後クロスのところにカバー入るとか、最後のシュートブロック間に合ってるとか、そういったシーンが結構多かったから、なんだろう、誰かがやられてももうカバーもできますよ、かつなんだろう、前に出る推進力もありますよっていうところで、まあ、この2人がしっかりカチッとハマったっていうのが今後に向けてガンバにとってはすごい好材料なのかなっていうのは見てて感じたかな。すごいね。そう、その辺特に個人的に思ったのは、あのサイドバックの後ろとかセンターバックの後ろとかにこう2列目から走っていく選手に対してかなり最後までずっとついていってたのが、まあ、好印象というか、まあ、守備を助けてたなって思ったね。あれはなかなかできひん、意識しててもね。まあ、ダワンまだ2試合目で初スタメンってところやねんけど、もうこの適応力ってところで、まあ、本当に今後ももっとどんどん馴染んでいけば、すごいいいチームになっていくんじゃないかなと思います。あと全然関係ないけど、なんかこう、ダワンと斉藤が喋ってる時に、ダワンの話してる言葉が全然通じなくて、パトリックが翻訳してるっていう、ほんわかな、こともあったらしいです。いいな。今回、僕、カヤミとシオルが、パナソニックスタジアムに行って実際に試合見てたんですけれども、まあ、1得点目のちょっと小話を話したいなと思ってて、まあ、1得点目は山見のフリーキックからこぼれたところを庄司がシュートしてゴールっていうところで、まあ、庄司のゴールかと思いきや、まあ、パトリックが触っていてパトリックのゴールになりましたっていうやつなんですけども、庄司ナイスゴールとその時思って、まあ、遠くでそのゴールパフォーマンスとかしてるところを見てたんですけど、なんか手前でなんかパトリックがゴールパフォーマンスをしてて、なんでみたいな感じに結構周りでもなってて、これ何なのかなと思ってたら、もう実際こうパトリックが触って、しかも触らないと多分入ってないようなコースやって、うわなんかすごいなと、今季 J1 初ゴールやったのになんかすごいごめんパトリックと思ってんけど、そのシーンで、まあ、庄司が喜んでてかと思ったらパトリックも喜んでてっていうその間ぐらいの位置で
斉藤美月が片野坂監督とこうボードを使ってこう戦術の確認とかをしてて、斉藤美月って結構選手の怪我とか得点とかで試合が止まるたんびに監督のところに来て戦術の細かい確認とかをしてて、こういうところも斉藤美月いい選手だなと思ったし、まあそこの三者三様じゃないけどちょっと面白いなっていう風に思ったし、まあそういうところは中継じゃあまり抜かれないところだったと思うから、こうまあ試合見に行った一つのまあ面白かったポイントかなっていう風に思いました。今回シーンとして一つ紹介したいのが、2得点目のところで、まあ、カウンター意識がすごい良かったなっていうところなんですけども、まあ、左サイドで人数をかけてきた名古屋の攻撃に対して、まあ、パスがずれたところを三浦がカット、こぼれ球を斉藤が拾って前を向いて狭いところを通して小野瀬が前向きにボールを受けて、で横の倉田にボールを出してもう一度小野瀬がランニングして前で受ける、小野瀬が右のワイドで走っている山見へ展開して、これは名古屋の左サイドバックである森下が上がってたので、そのスペースを生かそうとしてそこにいたのかなと思います。そこからディフェンスラインとキーパーの間に速いクロス、これがクリアミスからオウンゴールになったものの、まあ、中にはパトリック、小野瀬、そして、オーバーラップしてきた左サイドバックの黒川が入ってて、すごいチャンスのある攻撃だったな、いい攻撃だったなと思いました。でもこれを見て、斉藤の主から攻へのスイッチの入れ方であったり、小野瀬の前へのランニング、山見の状況判断力と高い精度のクロスで黒川のオーバーラップなど選手の特徴が出た、すごいいいシーンだったなと思いました。ここの、まあ、個人的に注目すべきポイントはこの黒川のオーバーラップっていうところで、黒川のオーバーラップがあったこそマテウスが下がったり、逆に言うと黒川のオーバーラップっていういいところとマテウスがしっかり下がるっていういいところも出てたと思うよね、うん、まあ、だからこそマテウスのクリアが宮原に当たってしまって入ったっていう、まあ、なんかいろいろいいことは出てたけど、特徴がガンマの方にたまたま転んだという結果かなと思って見てました。まあ、黒川のオーバーラップで言うと3得点目も、こぼれたところしっかりオーバーラップして回収してそのままシュートっていうすごい美しいゴールもあったんで、やっぱり黒川の、まあ、今回攻撃力っていうのがすごい出たいい試合だったなと思います。あの右足のシュート意外だったけどうまかった、ね、あれ左利きやったよなってこう確認したもんね一回ちゃんと。確かにね、すごく右利きでもいいシュートみたいな感じのいいシュートだったね。確かにあのシュート、うん、オーバーラップあんだけできてる、まあ、この試合できてる意識してたのか、まあ、分からんけど、まあ、何かこう積極的にできるようなポジティブな要素がまあ何かしらあったのかなっていう考え方もできると思って、まあその辺がやっぱりダブルボランチの安定性とか、まあその辺が効いてるのかなと。そうね、特にやっぱそのダワンがそのサイドバックのカバーで目立ってたのはガンバから見て左のシーンが結構多かったかなと思って、まあそれはやっぱり左が高い位置を取ってるからっていうのは大きくあると思うんだけど、まあそこでダワンが入ってきてくれるっていうところの信頼感が、まあより黒川が攻撃参加しやすい環境になってたのかなっていうふうには、まあ試合見ててダワンの働きを見てて思ったな。ここでもダワン、ここでもダワン、そう、名古屋側から2失点目についてちょっと、まあ、話すとっていうとあれだけど、うん、まあ、さっきかやみも序盤に言ってくれた通り、まあ、森下がここではインナーラップの形で、まあ、結構スピードを持って上がっていって、でまあ柿谷にパスが入ったと、柿谷のワンタッチのパスがずれちゃって、通ってたら結構チャンスになったかなっていうシーンだったと思うんで、まあ、ここはそのリスクを背負って攻撃しに行ってそれが失敗して失点に、まあ、最終的になってしまったっていうシーン、例えば去年のサッカーとかだと、まあ、リスクを背負って攻撃をしないっていう選択をずっとしてたと思って、まあ、それだから堅守っていうところをまあ実現できてた。で今回の試合だと、まあ、昨年ではあまり見られなかったような3失点っていう形での敗北戦になってしまって、まあ、なかなかここの数試合うまくいってない中で去年の方が良かったんじゃないかとかいうふうに、まあ、思いたくなる気持ちもあるんだけど、やっぱりそこはリスクを取るか、点を取れないっていうこともリスクだと思うんで、そのどちらのリスクを選択するかっていうところで今回は失敗じゃないけど、まあ、悪い方に目が出たっていうことだと思うので、逆にそこで点が取れてればあの大きく流れも変わったと思うんで、そこがまあうまくいかないこともあると思うし、うまくいかなくて守れることもあると思うし、それこそマテウス、さっき、ドロリが言ってくれたと思うけど、マテウスも必死に戻ってそれの結果ああなってしまっただけなので、悲観しすぎる必要はないのかなっていうふうに僕は思っています。まあお互い過渡期やしね、今回はそれがガンバの方にうまく転んだかなみたいな試合だったな。ガンバとは別のシーンになるんですけれども、後半柿谷選手が入って仙藤選手がボランチに入ったってところで、ガンバ側が少し攻められるシーンが増えたかなと思ったんですけれども、ここについて、まあ、名古屋サイドからも意見聞きたいなと思うんですけども、これどうでしょうか。そうですね、今回、まあ、グランパスの公式戦で初めて仙藤がボランチに入ってビルドアップがかなりスムーズになったかなというふうに思います。
この試合は結構チアゴと藤井のところで少しまあもたついてというか、ビルドアップでリズムが作れなくて、センターバックの2人のところでこうリズムが作れずにビルドアップがうまくいかないっていうシーンが多かったんですけども、そこにちょっと手を加えてきたのかなっていうふうに思いました。実際、セントがボランチに入ったことでビルドアップはかなりスムーズになって、攻撃にリズムをもたらしてたかなと思います。でそれが現れているシーンとして、63分30秒ぐらいからのシーンがいいかなと思うんですけども、ビルドアップ時に、セントがセンターバックの間に落ちてきて、パスをさばくことで、攻撃にリズムをもたらしていました。このシーンでは先頭からチアゴで、チアゴから柿谷、この柿谷選手がトップ下に入っていたことによって、それまで先頭が担っていた相手の間でボールを受けるっていうことは、柿谷にもできることなので、ここでその攻撃の厚みというものを担保しつつ、先頭が下でリズムを作る。で柿谷が宮原につないで、宮原が少しボールを触っている間にもう一度先頭がボランチの位置に今度は戻ってきて、またボールを受ける。最終的にここで時間ができた先頭が大きく吉田豊に、サイドチェンジのボールを出すと、代わって入った柿谷がトップ下で仕事をして、でもう一度先頭が顔を出すっていう、この2人のこの縦の関係っていうのはこのシーンだけでなくいろいろなところで現れていて、この2枚の縦関係っていうのは今後オプションとしても、メインでやっていくとしても一つ新しい形として楽しみなのかなっていうふうに思いました。ということで今回は J1 リーグ第6節ガンバ大阪 VS 名古屋グランパスの試合解説でした。ついにホーム初勝利で J1 初スタメンのダワン、一森、山見が活躍するなど、これからにかなり期待できる試合でした。悪い点もありましたが、少しずつ修正してこのまま流れに乗ってほしいところです。ガンバ大阪の次節は第7節京都サンガ戦で、4月6日水曜日18時半キックオフです。中3日での試合とはなりますが、メンバーの入れ替えがあっても今日のようなサッカーをすることができればいい結果もついてくるのではないでしょうか。この試合についても解説予定ですので、このチャンネルや動画をいいなと思った方はチャンネル登録・高評価の方をよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。